先生、アニメ次回予告始まりますよ。どれどれ。おお、これはまさしく先生、線路を歩くのはなんだか青春っぽいですね。ついにカイザーの理事さんが、これまでに見たことのない表情、そして星野さんの過去が。次回第9話、アビドス砂漠へ。先生、私もいつか可愛い後輩さんが欲しいです。いかがでしたか？次回もぜひ見てください。じゃんけんぽん。